ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。はい、皆様新年明けましておめでとうございます。私ヨーロッパ企画で俳優をやっております長野宗典です。そして藤谷莉子です。 KBS 京都 RNC ラジオ CBC ラジオ福岡ラブ FM をお聞きの皆様、どうぞ本年もよろしくお願いいたします。お願いいたします。まあ新春だとですね。長野さんは鼻声ですけども、ね、バレるやつ、これもうバレてる。これは多分バレてますね。黙ってたら分かんないやつじゃないですか、これ。黙ってないですからね。ラジオでは黙ってないですね。そうですね。でもブロードウェイラジオからもう鼻声だなっていう感じだったんですか。まあ、今すごかったですけどね。お顔もどことなく野田秀樹さんに近いし、はい、それは風邪と関係あるんでしょうか。うん、すごいのよ。心配してましたよ。ねえ、まあ、どんどん鼻声になっていって悪化していって咳もどんどんこう最初カラカラした咳だったのがどんどんしっとりした咳になっていって、ね、痰が絡むようになって、うん、回復して、いやこれは年齢のせいなのかな、なんだろうな、まあ、お疲れ、うん、お疲れです。いや回復しないですね。ちょっとだからもう来年、だからもう2019年は、はい、今年は睡眠を取るっていう。あ、抱負が今出ましたか。はい、抱負。あらら、うん、睡眠を取る。何はなくとも睡眠だなっていう気がしてます。人間には一番重要ですからね。はいはい、睡眠を取る。そうなんです。やっぱ寝れない状況が続くとやっぱダメですね。いや風邪ひくともう寝ないと風邪ひくらしいです。睡眠時間少ないと風邪ひくらしいですよ、うん、体でやっぱ菌が戦うとか。そうそうそう、寝てる間にね、で風邪ひくのも寝る時らしいから、寝る時に体力落ちてるともうもうアウト。あ、免疫力が低下してると。そうそうそう、うん、へえ。寝る2019年にしようかな。あ、うん、2019年の漢字は寝るに、うん、寝るになります。なるように、はい、だからこの2019年年末に発表する漢字は寝るになると思います。寝るに、来年の、はいはい、厄年かな、僕41歳多分。あら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 、だから寝て過ごせば厄も、うん、働き盛りですけども、まだまだ、うん、そうですね、ちょっと寝ます。脂の乗った2019年は、いや大事です。完治させます。寝ましょう、はい、ね、でそのもう、はい、たまりにたまったお疲れは1年かけて癒して。すごいなんか借金してるような感じしますね。そうですね、なんかエネルギーをどん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 、ね、前借りして前借りしてね、すぐで利息ついて、利息ついて返しきれない疲労が溜まってる感じがしますけど、リコちゃんどうなんですか抱負。私ね、ついでは僕の話のついでみたいに振りましたけど今。そう、この、うん、こんな新年一発目の放送で話していいかよく分かんないんですけど、うん、私今日この収録に来るまでにちょっと変な出来事が、うん、不思議な出来事が起こって、うん、はい、バスに乗ったんですよ。ええ、私の家の最寄り駅のバスが終着駅で、うん、その始発、はいはいはい、ですか、うんうんうん、の駅だなんで、うん、まあ、一番後ろに座ったんですね、バスの、うん、一番奥の一番端に座ったら、うん、次の駅ぐらいで、うん、おじさんが、うん、知らない人ですよ、うん、スーツをパリッと着こなした、はいはいはい、紳士、うん、おじさんが、うん、隣に座ったんですよ、うん、まあ、席空いてたんですよ他にも、はいはい、隣に座るかと思って、うんうん、まあ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 後ろが好きな人なのかなと思ってぼーっとしてたら、うんうん、声かけられて、お、君ねって言われて、君いいねあ、いいね、君ねって言われて、あ、君ね、はいってなるじゃないですか、うん、名前を言ってごらんって言われたんですよ、うん、何と思って、あ、藤谷言ってみたんでしたから、うんうん、ちょっと戸惑いつつも、うん、藤谷莉子と言いました、うん、漢字はこういう漢字書きます、はい、あ、やっぱりねって言われて、はと思って、やっぱりね、やっぱりね、はと思って、うん、あ、インディーズ・ジョーンズとか見てくれてたのかなとか、ね、あ、テレビとかでね、そういう、うん、ついに私もそんなことが起こるようになったかと思って、うんうん、顔を刺すってやつだ、そう、顔を刺されたのかと、うん、思ったら、うん、やっぱ君の名前はね、うん、水が足りないんだよ、水が足りない、水なんですかそれは、えっつって、すごい話の展開しましたね今。そうなんですよ。で
君みたいな仕事の人はって言われて、うん、私みたいな仕事の人って、あんま言ったの、その自分の仕事言ってないです、名前しか言ってないんですけど、うん、え、藤谷理子でしょ、はい、藤はもう藤の木の藤でしょ、佐藤さんの藤に、ね、で谷でしょ、谷底の谷に、で理が、はい、理科の理、理科の理、断り、はい、に子供の子供の子でしょ、これ水が足りないんだ、私この名前別に普通に気に入ってるんですよ、うん、名前ね、リコちゃんリコちゃんってみんなに呼んでもらいますしね、でそのおじさんが、君の名前、うん、水が足りない、水が一個も入ってないって言うんですよ、あ、名前を変えなさいって言うんですよ、お、改名を勧められる、うん、えっと思って、で藤谷、まあ藤谷、あ、上の名前はまあいいよ、力強い、勢いもあるよ、あ、そうなんだ、下の名前がな、うん、地味なんだよなって、あ、気に入ってんのにね、下の名前がなんか弱いんだよな、弱い、あ、え、君みたいな仕事、君みたいなのがすごい出てくるね、君みたいな仕事の人は水を入れるとすごいモテるから、うん、あ、そう、はだから、そのなんかちょっと役者やってるっていうのをバレてるっていうか、うん、その見透かされてるのかと思って、そうな感じだね、なんかちょっと怖くなっちゃって、うんうんうん、で、え、どん水ってじゃあどうしたらいいんですかって聞いたんですよ、うんうん、そしたらなんかその三水編そうだ、ね、とか、まあ、そ水っていう漢字が入って名前にしろ、うん、しなさいって言われたんですよ、え、じゃあちょっと例えばどんなのがいいですかね、うん、って言ったら、いや僕はねって言って、うん、僕はそういうヤクザのすごい下の方の人に頼まれて名前考えることもあるんだよって言って、うんうん、そういう時はそれを例に出したんだろう、その時は僕は20万もらうんだよって、うん、でお前今20万もらって上に上り詰めた時に、僕のこと覚えてたら200万よこせって言ってやるんだよっていう意味のわからない話をされて、はいはい、これはお金をよこせば名前を考えてくれるってことを言ってるセールスなのかなと、ね、思って、うん、あ、なるほど、水わかりました、うん、ありがとうございますって言ったら、うん、来年のだからまあ2019年の秋だな、秋、秋にすごいちょっと変換、転換期が来るなって言われて、お秋、はあ、秋、うん、なるほどって言って、なんか秋に事務所と揉める気がする、やだね、どういうことって思って、私本当にそんな役者してますとかも言ってないんですよ、うん、事務所と揉めんだろうなみたいな感じで言われて、もう怖くなっちゃって、おそうですかねとか言って、うん、事務所って何ですかねとかちょっとはぐらかしてたんですけど、うんうんうん、まあそれで思い切った行動に出ていい方に行くか、うん、まあ嫌なことは言われないだろうけどねみたいなことをすごいなんか具体的に言われて、うん、ちょっともうでもその人の見た目っていうのが、さっきスーツって言ったんですけど、うん、はいはい、結構うさんくさい感じのスーツの人っているじゃないですか、サラリーマンの方とも違って、だからもうその生地感がもう安いとか、そう、なんかいや安いんじゃなくて、うん、不必要になんかゴテッとした腕時計みたいな、なるほど、そっち系の人だったんですよ、うんうん、で私ちょっとこもうちょっと占い師の方なのかなとか、まあ、これはかなり生命判断的なねことをされてるって思って、うん、ちょっと自分もちょっと相談する気持ちになっちゃって、なってきたね、うん、え、じゃあこれか、私ちょっと春にこういう仕事あるんです、これはどうですかみたいなことまでこう言う質問してる言いそうになったら、ああ、まあ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 、その名前をね考える際は言ってくれたら、うん、ぜひうちでとか言われて、ファーって何にも名刺とか渡されずに降りちゃって、おキョトンですよ、おキョトンだから、まあ、私の今年の、うん、抱負は、はい、秋に向けて、はいはい、コツコツ仕事をするのと、うん、名前を変える、うん、山水のね山水の名前にしないと、山水の名前、水が足りない、水が足りない、うん、水をほんとカラカラだよって言われて、うん、カラカラ、へえ、君ズボラでしょって言われたんですよ、あ、それはどうなん、ズボラですよ、うんうん、ズボラはもう仕方がない、うん、それは性格だ、うん、ズボラですって言ったら、うん、君ねダメだよ、加湿器つけて寝てないでしょって言うんですよ、つけて寝てるの持ってないです、うん、絶対ダメだよって言って、うん、君腰から下と喉は絶対今年、うん、じゃあ2019年はやばいから、いざっていう時にカッて なっちゃうから、絶対整体って全部直してもらって加湿器も毎晩つけなさいって言われて、うん、いや
すごいね、出会い頭にそんなことを。変な、だから私はちょっと加湿器、今年は加湿器と整体に行くのと、うん、あと名前を変えます。名前変えます。変えますはちょっと、あ、だから名前変えて秋もめんのかな。あ、なるほど、うん、名前本当に変えたくないんですよ。そうね、でもあんなに言われたとしたら、親しまれてるからね、まあ、ね、水かとかになるのかもしれ、うん、知れないんですけど、うん、ね、そう、だからちょっと加湿、うん、まあ、生きることから加湿器と生態を、はいはいはい、導入します。わかりました、はい、これまた出会うでしょう。出会いますかね、そのおじさんとは。初めて見ましたけどね、うん、うん、いや、まあ何かこれは因縁がありそうなですかね、うん、ちょっとびっくりしちゃった。びっくりですね、そんなことあるんですね。うん、うん、じゃあちょっとね、気になります、2019年のリコちゃんの動き、はい、それ僕の風の動向、はい、まあ、それちょっと、お付き合い願いたらと思います。ぜひ、はいはい、でラジオドラマのコーナーに行きたいんですけども、ほいほい、今月ねちょっとね、2月に公開される映画の、キャンペーン的に盛り上げた映画がありまして、それにちなんだよスピンオフラジオドラマをやろうかと思ってます。素敵。その映画がですね、トラさん、お、カタカナでトラで、ひらがなさん、トラさんです。これはですね、2月15日金曜日より全国ロードショーになります。トラさん僕が猫になったわけという、監督は筧正也監督の作品なんですけれども、はい、これこちら主演がキスマイフット2の北山宏光さん、映画初出演にして初主演という、ね、さらに初の猫役を演じているという、まあ初出演なんだったらそらそうでしょうけどね。まあそうなります、結果的にはそうなりますね。でも猫役なかなかやれないですよ。いや、そうですね、うん、やったことありますか。ないです。ないでしょ。だからなかなか猫役に抜擢されることはもう本当になかなかないことです。人生の猫役者、そうかもしれませんよ、うん、これだからトラさんですから、はい、これもシリーズもとして続くかもしれませんからね。そうですね、もしかしたら、うん、恋して、恋して破れてのね、うん、であらすじの方説明しますと、ま、売れない漫画家の高畑鈴雄は妻夏子が稼いだお金で娘美羽に呆れられながらも毎日お気楽な生活を送っていたが、ある日突然交通事故であっけなく死んでしまう。あらあら、うん、そんな鈴雄のダメっぷりにあの世の関所が下した判決は、関所あの世の関所が、そうなんです、あの、まあ、閻魔様的なね、はいはい、うん、今までの人生を挽回せよ、ただし猫の姿でという条件付きの1ヶ月の期間限定で虎猫の姿に生まれ変わって、妻の夏子と娘の美羽の元に戻る鈴雄ね。で鈴雄はね、その家でね虎さんと名付けられ、なるほど、虎猫、はい、そういうことです。で高畑で、飼われることになります。そして愛する家族のために何かしたいと思う鈴雄、つまり虎さんが、猫の姿の虎さんです。猫だから言葉が通じないね。トラさんは家族に何ができるのかっていうような、これは割とハードウォーミング的な、ね、内容になっておりますよ。ちょっとエブリデイみたいなね。エブリデイ、アイブリデイを引き合いに出してくれさいました。私主演の映画ありがとうございます。いやでも、ま、ファンタジーですよね。そうですね、うん、そういう点でもエブリデイ、エブリデイ、はい、ファンタジーでございますからね。エブリデイかトラさんか、はい、うん、ということですよ。だからね、これね、金目淳さんとかバカリズムさんとかね、個性あふれるキャスト陣揃っておりますから、うん、筧正也監督が誰も見たことがない愛の形を描きますということでね、うん、スピンオフドラマを、ヨーロッパ企画周辺の俳優に振ってみました。不思議ですね、うん、だから今言ったストーリーを、はい、ね、組んで、うん、スピンオフラジオドラマにするっていうのは楽しみです、うん、で今週一発目、中川春樹、はい、はい、ね、あ、一発目に、そうなんです、先月の先月お騒がせした再び召喚して、はい、作家の中川春樹先生を続投させていただきまして、とりあえず1話お怒りになって、書き下ろし、そうです、まあちょっとぶつくさ言ってましたけどもね。うん、うん、で書き下ろしてくれましたよこれ、タイトルがですね、警備員と猫、はい、警備員は一切出てきてませんよ本編には。本編の寅さんにはこれスピンオフですよ、むちゃくちゃ、うん、本編見てない人が今ほとんどです世の中。そうですよ、だ2月にね公開、2月公開ですから、
なぜ先にスピンを描くのかっていう感じはありますけども、ね、うん、でもちょっと周辺の一応このエッセンス入ってますから。なるほどなるほど、うん、トラさんの気分になってトラさんを見れるようにそうなんですね。はい、といったわけで、トラさんスピンオフ第1話警備員と猫開演いたします。おいおっちゃん、こんなとこで寝たらあかんて、投資すんだよ、ほら。おい、あれ、おい、あかん。おい、大きいや。あ、救急車お願いします。場所は集英社の本社ビルの裏手のあの路地の。え、あ、え、どうも。お前は死んだ。ここはあの世につながる関所で、私はその番人だ。ああ、そうですか。ああ、死んだか俺。そうだ。んで、あんたが番人？ああ、そうかそうか、うん、死んだか。受け入れるの早くて助かるよ。ああ、まあ生きてても別にいいこともなかったし、てか死んでるようなもんだったし。そのようだな。で、地獄はどっち？あっち？あ、すごいな、見渡す限り真っ白。いやいやいや、待って待って、早いわ、まだ話あるし。え、地獄行きでしょ俺。いいよ、お前すんごい物分かり良すぎるわ。お前はまだあの世へは一件すべきことがある。いいじゃない。なくない？あるの、あるから聞いて。お前は自分勝手に生き、反省も後悔もない。よって過去の愚かな人生を挽回せよ。ただし猫の姿で。執行猶予1ヶ月以上。はぁ、あ、はぁ、あ、って。挽回しないとどうなんの？いやいや、挽回するんだよ、なんとしても。地獄？というか、この感じの状況でこの感じのこと言われたら従うでしょ普通。とにかく執行。どっから来たんや。あ、牛乳飲むか。にゃーおー、めっちゃ飲むやん。喉乾いとったんか。よしよしよし、牛乳好きか。にゃー。おい、アンドセン、いつまで休憩してんの。にゃー。にゃー。なんだ、汚ねえ猫だな。あっち行け、俺。にゃー。アンドさん、ほら働いてよ。カカシみたいに突っ立てりゃいいんだから。そんな仕事しかあんたできないんだから。はい、すいません。どうに、しょうがねえな。はあ、俺ちょっとこのビルの見回り行ってくるから。ほれ、これ俺の弁当の残り食べてええで。にゃー。いやー、本当に猫じゃんか。しかしこれじゃ生きてた時と変わらんな。あの警備員の安藤さんには生きてた時も親切にしてもらったし、というか生きてた時よりもご飯もらえてるしいいよな。このまま1ヶ月のんびり過ごすか。いや、のんびり過ごすかじゃないよ。あ、言ったでしょ、挽回せよって。何をご飯恵んでもらった、あなた。いや、もうちょっと信用してよ、これからじゃん。信用なんてできないでしょ。あなたそうやって事業失敗して、お酒とギャンブルに溺れて、女房子供にも捨てられて、あの場所でホームレスやってたんだから。いや、その通りだけど、そんな全部言わなくても。だって調書に書いてあるから。いや、だからこれから生まれ変わってやり直そうって思ってんのに。いや、あなた別に猫に生まれ変わったわけじゃないんだよ。傷つくな、生きる気力なくすな。だからあなたは死んでるから。泣き真似しないで。あ、こっち神様なんだから、そういう嘘バレるから、お見通しだから。ちゃんとしてゴロゴロ過ごすなら生きてた時と一緒でしょうが。
はーい。にゃー。あーもう。にゃー。あらあら、牛乳こぼされちゃったな。にゃー。あいつ漫画家なんだよ。最近ろくな作品描けてないから荒れてるんだな。猫の漫画で売れたくせに。にゃー。お前うち来るか。そしたらいじめられたりせえへんやろうしな。よっと。にゃー。ほらここが今日からお前のうちや。にゃー。ほほ、じゃあ新しい家族が増えたし祝い酒やな。にゃー。うん、うまっ。お祝いだしもう一杯。うわー、めでたいな、家族が増えて。所長行くか。こいつめちゃくちゃ飲むな。しょうもないんじゃ、わかっとんのかこれ。うやー、なめてんちゃうぞ、ほんま。しょうもんな。ほんましょうもないわ。おいで。こっちおいで。おいで、言うてるやろ。しょうもない猫やわ。あっち行け、食うてまうぞ、こら。ほんまに。しょうもない。せやろかい。ほんま。ああ、部屋くっちゃくちゃにして酒癖悪いなって人のこと言えないけど。あ、この写真だっておっさんと誰や、おっさんの嫁と子供か。うわ、またやってもうた。ちゃぶ台ひっくり返ってるやん。にゃー。おお、大丈夫か。怪我せえへんかったか。にゃー。ああ、はよ片付けて仕事行かな。そしたら行ってきます。何にも覚えてなかったのか。あいつも俺と同じで酒で身を滅ぼしてるんかな。ただいま。よしよしよし、ほれ牛乳お土産や。にゃー。よっこいしょーいち。じゃあ俺も一緒に一杯いただくか。にゃー。ほなんや、ほらお前んちゃう、わしのビールやんか。にゃー。ほらどけ、邪魔すな。にゃー。おい、こっち引っ掛けよった。にゃー。いや返せ。おい、どこ持ってくねん。にゃー。待て、おい、おい、どうしたんや。ああ、飲むな言うてんか。お前に根拠ないやろが。ったくも。さ、いただきますよ。にゃー。いや、もうびっくりした。もうなんやねん、おねがほんま。おい、それ、何しとんねんお前。お前、この写真、俺の家族の。何や、気色悪い。分かるんか、お前。にゃー。今日は、酒やめとくか。にゃー。何や、気分に懐いてきて。ほんま、気色悪いな、お前。にゃー。よし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 。にゃーにゃ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 。あれ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 、あの男に自分を重ねたか。まあそうだな。あいつはこれからどうなる。
そんなことは分からん、あいつ次第だ。そうか。俺はだいぶ早いが、お前のやるべきことはひとまず終わった。え、あ、そうなの？うん、ひとまず？お前は人より多くの罪がある。挽回するためにも次の場所へ行かねばならん。いいじゃない、あのおっさんとこがいいな。お前に選択権はない。人権侵害だ。死んだ人間に人権はないし、お前はこれからまた猫になるし。では行ってこい。ひでえ。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。はい、聞いていただきましたラジオドラマトラさんスピンオフ、本日はですね、中川春樹作の、警備員と猫というお話でございました。キャストの紹介いたします。はい、警備員の安藤さんの役は、横山清正君、そして、猫になった木村さんというおじさんですね、は私長野宗則が演じさせていただきまして、関所に現れた、番人は、藤谷莉子、そして、安藤さんの上司役、あの警備員の上司役ちらっと出てきましたけどもね、磯野さんという役でございましたけども、黒木正弘さん、非常にね、印象に残る演技をされておりました。そして、本来なら映画ではね、あれですよ、キスマイフットの、キスマイフット2のね、キスマイフット2の北山宏光さんが演じてる鈴尾ね、鈴尾役をね、ブレイキン小林くんが演じていたね。殺されないようにね、本当気をつけてくださいね。途中あのうわあもうって言ってた。そうですね、うん、何も知らされずにね。いやいやいや、これはもうもう大丈夫です。大丈夫です。セーフティーラインでした。はい、はい、といったわけでこれまた続きますんで、これ、2週3週4週ね、あの、はい、スピンオフやりまして、はい、で最終的にはこの映画の監督の筧正也さんにですね、まあ、あらま、グランプリを決めてもらうという企画になっておりますんでね。あら、はい、そんな企画だったんですね。そうなんです。どうぞ楽しみに。と言わったというわけで、エンディングでございます。告知がございます。私長野と藤谷莉子が出ている、番組ございますよ。1月12日土曜日、23時30分からですね、10分ぐらい、あ、うん、違いますね、23時30分から、59分までね放送されます、ちょいドラ2019ダークマターの女、NHK の方でね、流れますドラマでございます。伊藤沙莉さん主演で、ヨーロッパ企画メンバーとリコちゃんが出ると。はい、はい、って言ったわけで、あとね1月8日からね、ドラマあるんです。 TBS 新しい王様っていうね、これ牛島くんとかやってる監督さんのやつに、もうちらっと出てます。これ1月8日からね17日までね、帯でほぼ帯でやってます。帯で23時56分から30分のドラマです、うん、どうぞチェックしてみてください、はい、じゃあ宛先お願いします。はい、いつでもお待ちしております。宛先は全部小文字で europe.broadway@gmail.com、 ヨーロッパ .broadway@gmail.com です。わからなかった方はヨーロッパ企画のホームページにもバナーが記載されておりますので、そちらをクリックしてみてください。はい、なるべく、体調を皆さんお気をつけてくださいますよ。寒いですからね、これ引きずりますから、この風は、今年の風は。そうです ね、はい、といったわけでぐっすりお休みになってくださいよ。おやすみなさい。それではヨーロッパ局のブロードウェイラジオ、これにて終了です。さよなら。